はい、こんにちは。今回は奇跡的な番狂わせを起こしたボクサーのその後の衝撃的な試合を紹介いたします。アマチュア時代にオリンピックで金メダルを獲得したウラジミール・クリチコはプロでも WBO 世界ヘビー級王座に対冠し、5度の防衛戦を全て KO か TKO で勝利し、絶対王者として君臨しておりました。クリチコは6度目の防衛戦にコーリー・サンダースを迎えましたが、サンダースは2000年5月にハシム・ラクマンに KO 負けを喫して以来、試合数が減り、プロゴルファーを目指しておりました。サンダースはボクシングの練習よりゴルフの練習の方が多かったことで、絶対王者クリチコが簡単に KO すると思われていたのですが、なんと挑戦者サンダースが初回に左ストレートでダウンを奪いました。続く第2ラウンドもサンダースは絶対王者から2度ダウンを奪い、番狂わせを起こしたのでした。奇跡的な勝利で世界王者になったサンダースですが、一度の防衛戦も行わず世界王座を返上しました。そして次の試合でウラジミール・クリチコの兄ビタリ・クリチコと WBC 世界王座をかけて戦いました。序盤サンダースのサウスポーからの左ストレートが効果的で、サンダースがペースを握りました。中盤からようやく自力に勝るビタリが挽回し、迎えた第8ラウンド強打を炸裂させ、得意の右ストレートが連続でヒットすると、レフリーが戦いを終焉させました。オリンピックで金メダルを獲得し、プロデビュー後も25戦全勝、21KO と圧倒的強さを誇る WBC 世界ヘビー級王者レノックス・ルイスは、4度目の防衛戦にオリバー・マッコールを迎えました。対するマッコールは24勝5敗と戦績は劣りますが、マイク・タイソンのスパーリングパートナーを務めていただけに、圧倒的な打たれ強さを誇り、この試合でも大きなルイスの強打を受けてもひるまずに前に出ました。第2ラウンドに王者ルイスの右とマッコールの右がほぼ同時に放たれ、マッコールの右が一瞬早くヒットし、王者ルイスがダウンを喫しました。ルイスから王座を奪ったマッコールですが、その後ブルーノに敗れて陥落し、 WBC 世界ヘビー級王座決定戦で再びマッコールとルイスが
今見えました。この試合の前年にマッコールはマリファナやコカイン所持で逮捕されており、精神状態が不安定でした。マッコールはおそらく試合の準備も万全でなく、一方的にルイスの攻撃を浴び、精神が余計に乱れ、試合ができる状態でなくなってきました。そしてマッコールは第4ラウンドが始まって攻撃を受けた後、戦意を喪失したようで攻撃を放棄し、ルイスの攻撃を受け続け、なんと第4ラウンドは一発もパンチを出さなかったのです。第5ラウンド開始後もパンチを出さないマッコールはめった打ちにされ、レフリーが試合を止め、マッコールは TKO 負けを喫しました。1973年3月、元世界ヘビー級王者モハメド・アリとケン・ノートンが相まみえました。多くの人が無謀な試合とコメントしましたが、アリは徴兵拒否による3年半のブランクがあり、全盛期のスピードはなく、さらにノートンを軽く抜いて調整不足のため、締まりのない体でこの試合に臨みました。一方、ノートンは離婚をしたことで大金が必要だったので、この試合にかけしっかりと準備をしました。ノートン陣営の名将エディ・ファッチはノートンのスピードをあり攻略の鍵と考え、左ジャブを徹底的に鍛えて左のファシアイに負けないようにしつつ、アリの左ジャブの打ち終わりをシャープな右ストレートで狙い、接近して上下のコンビネーションブローで攻め立てる計画を立て、ノートンは実行しました。さらにノートンはアリの左ジャブの癖を読み切っていました。アリの胸がジャブを打つとき変化することに気づいたため、簡単に接近することができ、この試合に人生をかけていたノートンはアリの顎を砕き、完全に優位に立ちました。アリを相手に奇跡的に勝利したノートンは、半年後にアリと再び戦いました。再戦ではアリはしっかり準備をしたので、序盤からスピードに乗った攻撃をし、ノートンがなかなか接近ができず、アリのペースで試合は進みました。試合は後半になるにつれ、ノートンがプレッシャーを強め、アリは苦しみましたが、打たれ強いアリはなんとか判定で逃げ切りました。アリに敗れたノートンは次の試合で世界ヘビー級王者ジョージ・フォアマンと対戦しました。世界ヘビー級王者ジョージ・フォアマンは39戦全勝 36KO と、ゾウも倒すと言われたボクシング史上最も重いパンチで
ほとんどの対戦者を早いラウンドでノックアウトしてきました。初回、フォアマンは圧力をかけ重いパンチを振るいますが、ノートンはジャブや左フックを合わせますが、頑丈なフォアマンには全く効かず、2ラウンドに入るとフォアマンはさらに圧力を増し、右アッパーでノートンを吹っ飛ばしました。ノートンは起き上がりましたが、再び右アッパーで吹っ飛ばされ、重いパンチを追撃されて、あっという間にヘビー級タイトルマッチは終わりました。